にかく体を動かしたい火星からすると乙女座は理屈っぽくて頭でっかちでなかなか結果を出さない人というふうに見ていますし、知性派の乙女座は火星のことを筋肉バカだと思っているんですね。今サンディの公式 LINE では女性限定の開運講座女神塾を無料で公開しています。女性性を開花させて今よりも若く美しく自己肯定感と幸福感を高く持ち愛も豊かさも楽々受け取る開運女神になりたい方はこちらの QR コード動画概要欄コメント欄から女神塾の無料公式 LINE に友達申請してください。女神タロット開運スマホ待ち受け女神診断テストなどなど素敵で魅力的で幸せな女性としての人生をサポートするコンテンツが盛りだくさんです。お待ちしております。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチサンディンです。今日もありがとうございます。このチャンネルでは週に何回か天体の動き、占星術の知識を活用して宇宙の流れにサポートされる方法をお伝えする動画を公開しているんですけれども、7月に入って早々動きがありました。7月1日の動画でもお伝えしたんですけれども、土星と冥王星の逆行は過去の悪事や隠されてきた物事が表に出るタイミングだとお話ししたんですけれども、その通り僕が住んでいるオランダで国王が過去の奴隷制について謝罪を発表したというニュースが大きく取り上げられていました。これオランダ国内だけの話題なのかなって思ってたんですけど、日本でもその他の国でもニュースになっていたそうで、これも土星と冥王星逆行の影響あるのかなというふうに感じました。そしてもう一つ、つい先日の7月10日の火星の乙女座入りです。火星はこの日獅子座を抜けて乙女座に入って8月26日まで滞在する予定なんですけれども、ここも注目しています。行動力を象徴する戦士火星と知性派の乙女座は実はあまり相性が良くありません。太陽星座が乙女座で月星座がお羊座や獅子座など火のサインの方は特に外見から見られる第一印象と本来の自分が合わなくてこうギャップに驚かれる方も多いかと思います。とにかく体を動かしたい火星からすると乙女座は理屈っぽくて頭でっかちでなかなか結果を出さない人というふうに見ていますし、知性派の乙女座は火星のことを筋肉バカだと思っているんですね。ジャイアンが行動派の牡羊座で、出来すぎくんが知性派の乙女座みたいな感じですね。火星が乙女座に滞在する約2ヶ月弱は乙女座が得意とする細部や細かいことに気が向きすぎて神経質になってしまったり、他人のミスを論理的にこう冷たく詰めるような感じで指摘し続けてしまうという傾向が出てくるかなと思いますので、これはね要注意かなと思います。少し寛大さをいつもよりも心がけるといい感じのバランスが取れるんじゃないかなと思います。それから前から言ってるんですけど、多くの天体が同時に逆行していますので物事の進み具合が遅くなるということは大いにあると思います。実際僕も先日言いましたけれども感じています。なのでせっかちな人なんかはイライラしてしまう人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれはそれでしゃあないなということで、イライラがトラブルに発展しないように心がけたいところですね。では今日は直近の話、7月13日の16時26分から7月16日の2時13分までの双子座に月が滞在する期間の開運アクションについて、それから16日の2時13分から18日13時39分までの蟹座に月が滞在する期間の開運アクションについてお話していこうと思います。では最初に明日13日の16時26分から16日2時13分までの期間ですね。双子座は言葉やコミュニケーション、そして知性を司る彗星を支配星に持つサインです。月星座が双子座の有名人というと小室哲哉さんがそうなんですけれども、彼のホロスコープを見ているとですね、土星と彗星がコンジャンクションしています。小室さんといえば90年代、2000年代を代表するアーティストでもありプロデューサーですが、長期間楽曲や歌で人を魅了するっていうことは並大抵の語彙力や感性ではできないものです。小室哲哉さんの場合は生まれながらにして土星という非常に強い後ろ盾が彗星についていて、それも仕事の頂点を意味する10ハウスでコンジャンクションしているんで、言葉を使う仕事で頂点を極める使命を持って生まれてきたような方なんですね。そこにさらに海王星と冥王星のコンジャンクションもお持ちですので、海王星のイメージング力と芸術性に冥王星のカリスマ性が加わって、まさに音楽という芸術分野でカリスマ的な存在になったというふうに見ることができるんですね。本当に芸術、言葉のカリスマという星のもとに生まれている方だと思います。自身のホロスコープに出ている特性を上手に使うと小室さんのように才能を開花して大成功できるということです。
これは小室さんに限らず、大成功している人ってホロスコープを見てみると本当に自分の星に沿った人生を生きていることがすごく多いですね。ですので大成功する星の配置があるというよりかは、みんなそれぞれ大成功する道筋みたいなものはもともと持っていて、それに沿っているか沿っていないかで自分と一致した人生を送れるのかそうではないのかが決まるんじゃないかなと、僕なんかは経験上そういうふうに見ています。ではこの期間の天空図見てみましょう。鋭い洞察力を持つ冥王星と情報を司る彗星が18度の位置にいます。18度というのはオポジションといいまして、対立もしくはお互いを高め合う位置と言われています。ですのでこの2天体の組み合わせは、前もちょっと触れたかもしれませんが、鋭い視点で特ダネをすっぱ抜く文春記者が持ってそうなアスペクトなんですね。今回は彗星が月とセクスタイルという非常にいい位置関係にいますので、人を傷つけるために情報を扱うんじゃなくて、世のため、人のためになるような情報の扱い方をすると、すごく流れに乗れるんじゃないかなと思います。SNS が主流の今、風の時代は、オールドメディアだけじゃなく、個人個人がまさに発信する力のあるジャーナリストとも言えるんですよね。ですので、この期間は特に誰かが喜ぶ、誰かの役に立つことを SNS なんかで発信されてください。それでは双子座期間の開運アクションを6つご紹介します。1つ目ラッキーカラーは黄色、2つ目ラッキースポットは今流行のスポット、特にインスタなど SNS でバズっている場所がいいと思います。3つ目ラッキーパーソンはユーモアのセンスがある人、4つ目ボディケアをするのであれば肩から二の腕にかけて、また双子座は肺や呼吸器官とも関わりが強いので、肺や呼吸器官に不安があるという方はこの時期に病院で検査してみるのもいいと思います。5つ目ラッキーフードはサラダやサラダラップです。双子座に月が滞在する期間は軽いものや片手で食べられるような食べ物がおすすめです。6つ目お掃除するのであれば扇風機、あなたがシェアした情報がいい風に乗って周囲に広がるのを手伝ってくれます。双子座のパートナーサインは射手座ですので、今回は追加で太もものシェイプアップもやってみてください。月星座が双子座の人はパートナーサインの支配部位である太ももが引き締まってきたら、あなたの理想のパートナーシップの準備が整っているというサインなんです。これすごく面白いですよね。開運アクションに慣れてきて余裕のある方はトライしてみてください。では次に16日2時13分から18日13時39分までの蟹座に月がある期間の開運アクションについてです。そういえば7月18日は蟹座の新月ですので、その準備も含めてやっていきましょう。蟹座は感受性が豊かな母性のサインです。いるだけで周囲にいる人に安心感を与えてくれます。実は僕も太陽星座が蟹座なんですけれども、月星座が蟹座の人ってちょっと探してみたんですが、身近にいました。金運上昇チャンネルの高見さんなんですよね。太陽星座は第一印象とか社会的な顔、そして月星座は素の自分や心の奥を表していますので、僕はパッと見優しいだけかもしれませんが、でも高見さんは心の芯から穏やかで優しい方ということなんですね。確かに彼はですね、本当にそこにいるだけで癒されてしまうような魅力があります。ではこの日の天空図を見ていきましょう。太陽と海王星が120度のトラインを取っています。そしてそこに革命を起こす天王星も加わって小三角形を作っています。意思を意味する太陽と理想や幻想を意味する海王星が手を組んでいるということは、思い描いた理想と意思が一致していますので、自分と一致して願ったことがそのまま引き寄せられてきますよという意味に見えます。太陽は収入を意味する第二ハウスにいますので、下半期から始まる天体逆行期間中にどのようにして理想の収入を得るのか、その方向性を決めるべきタイミングでもあると言えます。今まで会社勤めをしてきて会社からしか給料をもらったことがないという人は、この牡牛座木星期を機に家族と協力してビジネスを始めるなんていう人も出てくるかもしれません。では蟹座のラッキーアクションです。1つ目、ラッキーカラーは白とクリーム色。2つ目、お掃除するのであればキッチンです。特に冷蔵庫の中は潜在意識を表していると言われています。賞味期限切れのものが冷蔵庫に入っている方はこれを機に処理することをお勧めします。また蟹座のパートナーサインはヤギ座ですので、今回はヤギ座の管轄である床掃除もしてみてください。3つ目ラッキーパーソンは高見さん。4つ目ラッキースポットは家族経営のお店。5つ目ラッキーフードは豆腐ハンバーグです。家族や育てるといったことに縁の深い蟹座ですので、お子さんにお料理を教えるのも家族の絆が深まっていいんじゃないかなと思います。6つ目ラッキースポットは子供の多い場所です。NG アクションは人の気持ちや感情をないがしろにすること。蟹座は寄り添いタイプですからね。
風の時代は集団ではなく個人の時代、一人一人が自立する時代と言われていますし、それはその通りだと思うんですけれども、そんな時代でも人の気持ちや感情はあり続けるわけですから、十二星座の中で最も母性的で根気強く相手に寄り添って育てる、そんな蟹座の重要性は変わりません。リモートワーク化でリアルで人と対面することが少なくなってきたからこそ、蟹座の人情味のある人への対応はとっても重宝される個性だと思います。では今日は明日からの双子座と蟹座の期間について分かち合いさせていただきました。この動画が役に立ちそう、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。